これを乗り越えないと。後でブリッジで会おう、伍長。やっさ、キャプテン、こちらへどうぞ。報告を頼む。何があった？フェランから救難信号が。ハドにも届いてます。タイガースがやられてる。フェランと連絡が取れるか？太陽フレアが妨害しています。ゲーターが位置を特定しています。偵察で何かあったんですか？人々を救ったんだ、イーザ。だが問題が起きた。どんな問題ですか？オマー軍曹は戻れなかった。胸が痛みます。ゲイター、キャプテンを連れて行く。キャプテンが指揮する。ブリッジを封鎖。イエスサー、タイガースの位置が分かりました。準備でき次第その位置へジャンプするんだ。イエスサー。生存者のためにレイブンを待機させるんだ、ソルター少佐。見込みはないと思う。とにかくやるんだ。イエスサー。キャプテン、艦隊長からの優先通知がオフィスに届いています。ソルター少佐が指揮する。クレイエス中佐。2、1。ダイヤの任務はエイティスの破壊だったと思われる。体内のトランスポンダーが破壊されれば信号が停止し、機関隊が進軍してくる。2、1。侵略が行われる手はずだったんだ。この情報に対処せねばなら、君に任せるぞ。トップキャットアウト。キャプテン、到着しました。現場に行ってみてください。救助士にも送ってくれ。もう誰も残っていない。ゲイター、フライトデッキへ俺が行くと伝えろ。一緒に行きます。キャプテン、生命反応はありません。失われたんです。あれはシグナル V です。近いな。よし、捉えた。つなげ。イエスサー。こちらはオリンパスモンスのサレンコッチ艦隊長。 UNSA タイガースは瓦礫となった。ザ・フロントの敵に休む暇は与えない。これはリトリビューションに告げる。貴様らの消えゆく世界の内側で我々は戦いを続けていく。町という町は降伏し破壊されるだろう。我々は決して負けない。マース・エタルナム。ベスタではハメられた。偵察に向かうと分かっていたんだ。あれは奇襲だった。伍長の言う通りです。ブルックスは伍長ではない。今から軍曹だ。この船の海兵の指揮を取れ。光栄です。レインズ艦隊長に連絡しましょう。いや、オマー軍曹の言った通り、我々は任務を自ら選ぶべきだ。来てくれ、イーサー。記録しろ。了解。ストラットコムに送り出され攻撃を受けた。今回はタイガース、次はこの船だ。艦隊長には申し訳ないが、デスクはデッキではない。海賊旗を掲げ暴れる時が来た。さすがです、キャプテン。SDF は格好の獲物を待っている。ここでな、形勢を一変させる。俺たちの故郷で待ち伏せてやろう。地球ですか？オリンパスをジュネーブにおびき寄せ、奪ってやる。最高だ。一体どうやって？ジュネーブでエイティスに工作したスパイにトランスポンダーが埋め込まれていた。あれは自爆作戦だった。スパイが死んだ時送信も止まるはずだった。つまり我々は兵器を失い、奴らは信号を失うはずだったのか。それが合図になる。そして艦隊が進行する。疑問があります。兵器は失われていません。そうなると思わせるんだ。奴らの不意をつき、エイティスで攻撃する。裏の裏をかく。餌でおびき寄せるんだ。リトリビューションは十分地獄を見てきた。一旦外す。
大気圏の表層で待機しろ。その距離からの反応時間では手助けできません。大気圏内へのジャンプは危険すぎる。衝撃波だけでも破壊的です。そうはならないさ。イーサン、作戦をまとめてすぐにストラットコムへ送ってくれ。ヤツさん、潮目が変わるかもしれないな。そう期待してる。部下を集めろ。攻撃部隊を組め。イーサン、マック、パワーを確認しておけ。了解。絶対に潰す。奪ってやろう。号令をキャプテン、命令を実行します。キャプテン、少佐、思わぬ犠牲者が出た。キャプテンアルダーにキャプテンフェラン。オマー軍曹もレスタ3で戦死です。立派な海兵隊員だった。残念だ。立派な最後でした。自分を責めないでくれ。戦術的な誤算はどうにもならない。君のジュネーブにおける戦略は承認された。命令があれば捕虜は UNSA 本部に移送される。医療チームが捕虜からトランスポンダーを取り出せば、その時点で装置は破壊されるだろう。私がレイブンで本部に向かいます。そこを作戦基地にしましょう。計画通りに進めば、オリンパスモンスを含めた SDF の艦隊は合図を受け、我々の空域に侵入し、エイティスによる反撃にさらされる。よくやってくれた、トップキャットアウト。スイッチをセット。故郷に帰ろう。アーメン。衝突アラーム起動。発進まで3、2、1。評価はシフトよし。精度 0.98。 板についてきたな。ゲイター、バイクにも乗れます。いつか乗せてくれ。いつかレースしよう。到着します。フォワードに行こう。進入まで3、2、1。報告を。誤差 0.0。 完璧なジャンプです。よくやった、ゲイター。クルーのおかげです。同感だな。さあフライトデッキに向かおう。もういいぞゲイター。害の及ばないところで待機していろ。大気圏へのジャンプはダメですよ。了解。指揮を任せる。天才のなせる戦略的な技とみなされるか。それともそれとも降格させられ私の下につくか。工業に戻ると言ったろ。こんな形になるとはな。中佐、少佐、グリフ。母なる地球の大地を目指しているんですよね。全ては勝利のためだ。ありがとうグリフ、さすがだな。無理はしないでください。クソどもから目を離さないように。捕虜は役割を知らないな。やつを生かしとくのか。ジュネーブ条約3条がある。残念だ。待ってくれ。キャプテン、少佐、タイガースの恨みがある。一緒に行ければな。気持ちはわかる。レイブン1は海兵が乗る。レイブン2に乗れ。さあいつでも出発できます。席につけ諸君。お先にどうぞ、キャプテン。彼らは今、捕虜を乗せています。オーガスト少佐が話したいそうです。コールサインはエコー6。ハドに繋いでくれ。向こうで何が起きてるか確かめよう。ラジャ、見てるか、ソルド。鷹のようにな。キャプテン・レイエス、少佐、奴は手に負えない野郎です。できるだけ早くおとなしくさせた方がいいでしょう。エコーは UNSA ビルから5分の1。我々はあなた方および艦隊長とメディカルホールで落ち合います。そちらの予定時刻は3分だ。2分で行く。ラジャー、グッドセパレーション。大気圏まで1分。
冷風機から地上へ。スカーワンツーは再エントリーを要請する。了解ワンツー、角度は良好、クリアだ。お帰り。全部隊へ。エコービクターズは交戦中、激しい攻撃を受けている。味方のコンボイだ、レイエス。そちらへ向かえ。ラジャー車列を進む。横につけろ。戦闘に立て。これ以上は近づけない。ソルト、援護を頼む。状況報告に備えろ。援護了解した。スタンバイ。トラックを見つけろ、イーサン。こっちだった。ワンワンからエコーへ。聞こえるか。エコー、こちらワンワン、落とせよ。搬送チームが来る。俺はどこに。奴らが奪っていった。後ろだ。行ってください。私がここを守ります。ビルは俺を孤立させるため、この区域で通信妨害をしろ。まずいな、レイダー。それと、奴が端末についてトランスポンダーを破壊したら俺たちは終わりだ。了解。海兵隊を連れていく。感度確認。感度確認。一人後ろにいる。下ろせ。進み続けろ。別館へ向かう。別館？別館ってなんだよ。
は店の中だ。店内にいる。くそ。
奴がいたぞ。別館だな。中に入らないと。誰も通すわけにはいかない。さあ、ゲスト。いいだ。
屋上へお連れしろ。ただの男で無意味に死ぬ。アイアンシールドは今消える。貴様らは無防備だ。これが真の勇気だ。信号が失われた。我が艦隊がここに。アクシュール、こちらはリトリビーション。セットデフ艦隊が降下し向かってくる。了解。リトリビーションは大気圏内へジャンプしろ。衝撃波でオリンパスを止め乗り込むぞ。トランスポンダーを破壊し死にました。オリンパスを奪うためリトリビューションがジャンプを始めます。全ステーション、オリンパスモンスは攻撃態勢です。艦隊長、早くバンカーへ入ってください。レイエス、ジャンプ。ダメだ。レインズ、レインズ艦隊長。もう死んだんだ。司令部破壊された。さあ、オリンパスが狙っています。ジャッカルに乗ってください。全ステーション、ターゲットはオリンパスモンス。任務はダオナ。こっちは俺のものだ。エタ、ジャンプしろ。やれ。さあ、しつけまでする。2、1。パワーが失われる。ああ、ナイト。ブラボーチームはデッキにいる。なあ、今のうちにブリッジへ向かおう。パワー侵入。レゴスカン。
リーさん、ブリッジレベル。イエスさん。通報はエンドレイです。皆ここで死ぬ。この船を沈め、貴様らの町を消し去ってやる。俺を捕らえてみろ。ブリッジから出てこい。武器を取って戦え。戦いではない、攻撃するのみ。地球の生き残りは追い立てられ、すべてフロントの支配下に置かれる。マースエタルだ。街を破壊される前にブリッジへ行くぞ。了解。ここはどこだ。フルーの船室付近です。迂回しましょう。先導します。パワーが戻った。逃げられるぞ。急ごう。どこに行けばいい、イーサン。エアロックから外に出られます。
オレンジはこの壁の向こう側です。打ち破るしかないな。爆薬セット、直ちに突破するぞ。キャプテン、ハッキングモジュールです。レイエス、中にボットがいる、ハックしてみろ。それを使え。ワーカードローンだ。武装してない。了解。侵入しろ。こっちがいた。奴を捕らえる。爆破臭検査を起動する前に奴を止めてください。起爆しろ。攻撃を受けている。殺せ。ボットを使ってる。反応炉の圧力を高めろ。イオン噴射を最大へ。自爆キーを使うぞ。10秒だ。やれレース、あのドローンを止めろ。ターゲットはまだ生きてる。リーさん、自爆を中止しボットを確保しろ。ミヤさん、ボットが停止します。さあ、オリンパスの C6 は私の命令下にあります。全初動部隊へ。こちらキャプテンレイエス。オリンパスモンスを掌握した。奴にとどめをさせ、レイエス。貴様は勝つための要素に欠けている。お前を倒す力はあったぞ。キャプテンが指揮を取る。海兵、奴を連れ出せ。よくやったな。ああ、いつでも出発できます。オリンパスモンス、発進。よろしく。フロントはオリンパスに我々が乗り込んでいることを知らない。リンさん、コースをセットロフの軌道造船所にセットしろ。火星へ向かう奴らの船をオリンパスの全火力で攻撃する。フロントに全艦隊を潰された。同じ目に合わせてやろう。私への命令はここに留まれ。必要になったら呼ぶ。ジャンプしろ、リンさん。火星座標ロック。この防衛網を切り開き、全力で攻撃を仕掛けよう。武装を起動します。オリンパス、確認してくれ。そちらの武装は攻撃態勢にある。ネガティブ、タワー。オリンパスの武装はオフライン。システムチェックに備えよう。ハドでターゲットを指示してください、キャプテン。ミサイルを撃て。イエスさん。あっさ、さあ主力艦への攻撃を。スペクトルキャノンが使えます。SDF が反応しています。光線に備えてください。たまげてな。激しすぎだろ。あの放射線は危険かもしれません。私たちにか。ええ、遅い。さあ、キャノンフルチャージです。現在艦隊長は不在だ。撃ち続けろ。キャプテン、ウェポンキャパシティが 40% に切りました。 100% でも足らないのに。コントロール、敵を出し、回避行動を試み。
リサ、状況は？残されたウェポンシステムは作動していません。造船所を破壊するには火力不足です。リサ、造船所へのコースを保て。どうする気だ？搭乗者たちに対処しよう。兵器コントロールを回復させるためにな。了解。ブルックス、カズマ、ブリッジを守れ。了解。イエスマン。リサ、お前が舵を取れ。コールサインはメタル1だ。行くぞ。兵器コントロールを再稼働させられなければ同じことだ。ブリッジ、ナビゲーションルームに敵だ。 C6 が守ってる。コントロールルームにセットデフ。ターミナルのそばだ。リーダーのそば。オーダーシスを見ろ。おい、援護してくれ。敵に沿う。あそこだ。12時方向。まだオリンパスモンスがあるだろう。造船所に突っ込ませるんだ。衝突作戦。直撃すれば造船所を潰せるはずだ。了解です、キャプテン。それとは言うまでもないだろう。こいつを開けよう、レイエス。時間がない。パネルは壊れてる。手動で開けられるな。ブリッジ、他に手はない。造船所への突撃に備えろ。キャプテン、ターゲットにたどり着く前にオリンプスはセットデフ部隊にバラバラにされます。ここにジャッカルを送れ。航空支援を行う。オリンパスの造船所に向けたまま全速を倒れ。リーダー、砲撃用意。奴らが来るぞ。
俺の機体はどこだ、メタルワン。さあ、すぐに来ます。わかった。レーダーからメイン、リトリビューションに支援攻撃と回収を頼みたい。聞こえたか？了解、アクチュアル。通知します。リトリビューションの誘導システムは故障。正確なジャンプは保証できません。ゲータ、ジャンプしろ。オリンパスを守れ。攻撃用意。ラジャー、3、2、1。ロックファイトだ、ソルト。任せておけ、スリック。了解。メタルワン、リトリビューションと支援攻撃を行う。そちらは獲物から目を離すな。やった。スケルタ、機種方向だ。リトリビューションのハンガーデッキ。どうぞ、キャプテン。ボス、パイロットは不足してるが、使える限りのジャッカルが欲しい。お前がエースなのは知ってる。任せてくれ。30秒後に離陸する。幸運を、少佐。進路を保って緊急脱出に備えろ。ベイダー、状況報告を。彼は鉄拳を求めているが、あとどれだけ持つかは分かりません。ギルさん、ボス、ボス。キャプテン、メインスラスターを失いました。火星の重力に強く引かれています。了解。ベイダー、リトリビューションは離脱に備えろ。もう少しだ、全速前進。左下、360の下だ。造船機に突っ込め。リトリビューションが降下しています。立て直せません。キャプテン、彼らが進路に入り込んでおり。兄さん、設計しろ。やれ。やった。くそ。メーデーメーデーメー。こちらオリンポスボス、いつでもは参考せず、船は全航海所。リトリビューションはナビゲーションシステムを損傷し、全動力を失った。ダメだ、ソルト。一方通信繰り返し、聞き取れなかった。そちらの位置は